テンポイント。テンポイントは、日本中央競馬会に登録されていた、競争馬である。東証ボーイとグリーングラスを加えた3頭は、TTG と総称される。1975年8月に競争馬としてデビュー。関西のクラシック候補として、注目を集め、期待の流星と栗毛の馬体の美しさから、流星の気候誌と呼ばれた。クラシックでは無に終わったが、5歳に、 天皇賞、春と、有馬記念、第22回、有馬記念を優勝した。後者のレースで東ボーイと繰り広げた、マッチレース、二頭にグリーングラスを加えた、TG の三つどもへの戦いとして取り上げられることもある、は、競馬史に残る名勝負の一つと言われる。1978年1月に、国外遠征に向けての走行レース、 第25回日本経済新春杯中に骨折し、43日間に及ぶ治療の末に死亡した。1975年度優秀賞最優秀3歳。母母。1977年度年度代表馬及び最優秀5歳以上母馬。1990年に中央競馬の検証馬に選出。主戦騎手は鹿と明。ら。バレは、 旧表記に統一する。テンポイントは1973年4月に北海道早北町の吉田牧場で生まれた。父のコントライトは、吉田牧場が日本へ輸入し、チン系統を組んだ、主母場で、母の若雲は、大歌賞優勝場であった。吉田牧場の吉田茂は、この後輩には、当時会のものとも山のものともわからない、コントライトというた馬を、僕が中心になり、 シンジケートを作って入れたんで、これを成功させなくちゃならない。そのためには、いい肌馬を当てて、いい子馬を産んでもらわなくてはという思惑があったと、述べている。吉田牧場の吉田春夫によると、生まれたばかりのテンポイントはどっしりとして、文句なしの特急と言える体つきをしていた。テンポイントは、間もなく馬主の高田久成によって1500万円で、購入れ、立東トレーニングセンターにある。 小川わさすけ9で管理されることが決まった。購入前に吉田牧場で見たテンポイントについて、小川は身体全体がバネ仕掛けで動くような動きをしていたと、じゅつている。吉田牧場の関係者によると、幼少期のテンポイントは、精神、知能の面では人に逆らわない利口さを持ち、常に若くもについてもある、甘い性でもあった。身体面では追い運動。 馬に騎乗した人が子馬を追い立てることでさせる運動をさせた時の走りが非常に速かった反面広さを抱え、2歳児に前足の膝の骨を痛めるなどあまり丈夫ではなかった。幼少期のテンポイントには栄養補給のためミルクが与えられた。テンポイントはこれを好んで飲み、後に1978年の闘病中には吉田牧場の勧めで毎日牛乳が与えられた。 テンポイントは1975年3月に小川急車に入厩した。8月17日、函館競馬場の新馬戦でデビュー。3日前に行われた調教で優れた動きを見せたことが評価され、50%近い単勝を支持率を集め一番人気に支持された。レースでは、ースタートから序盤で先頭に立つとそのまま逃げ2着馬に10馬身の基礎をつけてゴールし、優勝した。 走破タイムは、函館競馬場、芝1000メートルのコースレコードを0.5秒更新する、ものであった。この時のレース内容から、テンポイントは、クラシック候補という評価を受けるようになった。新馬戦の後、調教師の小川は、年内の出走予定を2回と決めた。2戦目には、当初10月の条件戦林道特別が予定されたが、発熱したため11月の条件戦も未受賞に、 変更となった。もみじ賞で、テンポイントは2着馬に9馬身の喫茶をつけて優勝した。続いて、当時の関西の3歳王者決定戦、阪神3歳ステークスに出走。テンポイントは、単勝支持率が50%を超える一番人気に支持された。レースでは、第3コーナーを過ぎたあたりからハミがかからず3番手から6番手まで後退し、 この傾向はその後のレースでも見られた。詳しくはレース中に見せた特徴を参照。勝利が危ぶまれる場面もあったが、第4コーナーで前方への進出を開始。直線の半ばで先頭に立つとそのまま他の馬を引き離してゴール。2着馬に7馬審査をつけ、同じ日に行われたコバのオープン競争よりも早い、走破タイムを記録して優勝した。 テンポイントは参戦三勝で1975年のシーズンを終え、この年の優秀賞最優秀3歳母場に選出された。阪神3歳ステークスを優勝したことで、テンポイントは名実ともに関西のクラシック候補として認識されるようになった。長教師の小川は、東京優秀日本ダービーに備え早めに東京競馬場の功を経験させるためにテンポイントを 東京競馬場で行われる東京4歳ステークスに出走させ、その後中山競馬場に滞在して、札幌賞に臨む計画を立てた。テンポイントの管理や調教は、主戦機種の鹿戸明と急務員の山田に任されることになった。1976年の初戦となった東京4歳ステークスでは、直線の坂を登った地点で先頭に立ち優勝したが、 それまでと異なり2着のクライムカイザーとは半馬審査の接戦となった。続く、サツキショートライアルのスプリングステークスでも優勝したが2着馬とは首差の接戦であった。この結果を受けて関東の競馬関係者からはテンポイントは怪物ではないという声も上がるようになった。仕方によると、スプリングステークスでのテンポイントは体重を十分に絞り切れておらず、 仕方と,と山田は調教の様子を見に来た小川から叱席を受けた。関東では苦戦が続いたものの5戦5勝という成績でクラシック1巻目の札幌賞に臨むことになった。しかし休務員の労働組合による春闘の影響でテンポイントの調整に狂いが生じた。この年の春闘はベースアップをめぐり労働組合側と日本調教司会とが激しく対立し、 急務員側のストライキによって、サツキ賞施行予定日である4月18日の競馬開催が中止となる可能性が出た。テンポイント陣営は、ストライキは行われないと予想しレース施行予定日の3日前に、強い負荷をかける調教を行ったが、予想に反してストライキが行われ、サツキ賞の施行は1週間後25日に順延された。 その後組合と調教主会の団体交渉は長期化し、25日の開催も危ぶまれるようになった。陣営は今度は再度順延になると予想した上で24日に強い負荷をかける調教を行ったが、調教を行った数時間後にクラシックだけは開催することで合意が形成され、再び予想が裏目に出る結果となった。これらの調整の狂いによって、テンポイントには疲労が蓄積し、 苛立ちを見せるようになった。その結果レースでは一番人気に支持されたものの、同じく無敗で臨んでいた東証ボーイに小馬審査を、付けられ二着に敗れた。自走は、年初から目標としていた東京優秀となった。テンポイントは二番人気に支持されたものの、急務員の山田によると競争生活において、最も体調が悪かった。山田は、勝つことを、すっかり諦めて、 帰って気楽でしたと当時を振り返っている。レースでは、第3コーナーから思うように加速することができず、7着に、破れた。レース後に、左前足の剥離骨折が判明し、治療のため休養に入った。なお、5月9日に、主戦機種の鹿と明が、京都競馬場でのレース中に落馬して、骨盤を骨折して起乗が不可能となったため、東京優秀では国彦が起乗した。 カトが、テンポイントに起乗しなかったのはこのレースだけである。骨折は、程度は、軽く7月頃には治り、陣営は、クラシック最終戦、菊花賞へ向けて、調整を続けた。菊花賞のトライアルレースであった神戸新聞杯と、京都新聞杯には間に合わず、復帰初戦には、京都大賞店が選ばれた。テンポイントの調整は、調教師の側が、レース前に、 やっと出走にこぎつけたとコメントしたように万全ではなく人気は6番人気と低かったが優勝場と0.1秒差の3着に検討した。キッカ賞では短枠指定された東証ボーイとクライムカイザーに次ぐ3番人気に支持された。このレースでカトは東昇ボーイをマークする形でレースを進め、最後の直線で東証ボーイをかわして先頭に立った。 当初防衛にはそのまま先着したが内ラチ沿いを伸びて、北二番人気のグリーングラスに交わされ、二馬新半差の二着に終わった。なお、当時グリーングラスの勝利はフロック死されたが、後に、同馬は TTG の一角を形成する実力馬とみなされるようになった。菊花賞の後、陣営は有馬記念への出走を決めた。レースで、テンポイントは番手を進んだが、 第3コーナーから第4コーナーにかけて、馬群の中で前方へ進出するための進路を失い、一度、加速を緩め外へ進路を取った後に再度加速した、ものの直線で先頭に立った東証ボーイとの差は、つまらず、一場新半差の2着に敗れた。あ、喫下賞、有馬記念と続けて2着に敗れた、テンポイントは一部から、悲運の気候子と呼ばれるようになった。陣営は、天皇賞、 春優勝を目標に据え、同レースの前に2回出走させる予定を立てた。テンポイントは、京都記念、春、鳴尾記念を共に木沢、首さながら連勝し、天皇賞、春では一番人気に支持された。レースでは、序盤は、5、6番手でレースを進め、第4コーナーで先頭に立つとそのままゴールし、初の八大競争制覇を果たした。前年の有馬記念のレース後、 仕とは何か一つ、テンポイントに大きなレースを勝たせてやりたかった。それが心残りだ。しかし、来年になれば、きっと、とコメントしたが、この言葉は現実のものとなった。天皇賞、春優勝後、陣営は宝塚記念への出走を決めた。同レースには、持病の新冠骨流で、天皇賞、春に出走しなかった東証防衛も出走を決めていた。 東証ボーイは前年の有馬記念以来5ヶ月のブランクがあり、調教の動きが思わしくなく、休務員が気合が全然足りないとコメントしていたことから人気を落とし、テンポイントが一番人気に支持された。しかしレースでは逃げた東証ボーイを2番手から追走したものの最後までかわすことができず、2着に敗れた。東証ボーイに起乗した武くには出走等数が少なく、 ハイレベルの馬が2、3頭に絞られたレースでは先に行った方が有利という鉄則に従った騎乗をしたと、しかとは相手を東証ボ防衛だけに絞りきれなかった。ずっと後ろの馬がいつ来るか警戒していて、東証ボ防衛に逃げ切られてしまった。僕のミスですとそれぞれこのレースを振り返っている。この敗戦により、テンポイントは永久に、証ボ防衛には勝てないだろうという声が上がるようになった。 レースに関する詳細については、第十八回宝塚記念を参照。宝塚記念出走後、テンポイントはアメリカで行われる、ワシントン D、C インターナショナルへの招待を受けたが陣営は、東証防衛を倒して、日本一の競争場になるべく、招待を辞退して、年末の有馬記念を目標とした。小川と鹿とは、上京時に倉に5キログラムの鉛をつけ、 それまでよりも強い負荷のかかる方法で鍛錬を行うようになった。休務員の山田によるとこれが功を奏し、9月に入って、テンポイントは腰に筋肉がつき、筋骨隆々の馬体になった。これにより、当初防衛に劣る部分がなくなり、これなら勝てるという感触を得たと、山田は振り返っている。夏季休養後の京都大賞店で6 3ラムの 金量を背負いながら2着に8馬身の差をつけて、逃げ切り、続くオープンも逃げ切って優勝。有馬記念では一番人気に支持された。レースでは、スタート直後から、テンポイントと東証防衛が後続を大きく引き離し、マッチレースのような展開でレースを進めた。仕とは、宝塚記念の敗北を踏まえて、少しでも前に行かなければ勝てないという考えに至って、いたが、 スタート直後に先頭に立った東商ボ防衛をかわそうと、レースを進めるうちに引くに引きない展開にはまり込んだ。途中で、シカトは、これで負けたら、騎士を辞めなければいかんなと覚悟を決めた。安倍玉城は、向こう正面に入っても競り合いを続ける二頭を見て、友倒れになるかもしれないと感じたという。それでも、シカトは、一周目の直線で、東商ボ防衛のうちにンポイントを誘導できたことで、 活路が見出せたと振り返っている。仕方によると、東証ボーイに起乗していた、竹国彦は、自身の起乗場の内側に入ろうとする、馬の進路を締める戦法を得意としていたが、このレースではの締め方が完全ではなかった。抜きつ抜かれつの展開は、最後の直線まで続き、激しい競り合いの末テンポイントが優勝。東証ボーイと対戦したレースで、初めて優勝を果たした。 このレースは、中央競馬史上最高の名勝負の一つとされる。渡辺慶一郎はこのレースを、昭和52年、極端なことを言えば、二頭の競争生命のすべてが、暮の有馬記念に修練されていったとことても、過言ではないと評している。レースに関する詳細については、第22回、有馬記念を参照。この年、 テンポイントは1956年の明治光以来、史上二頭目の満票で、年度代表馬に選出された。年が明け、テンポイント陣営は、海外遠征を行うと発表。2月に遠征における本拠地であるイギリスへ向けて出発することになった。発表後、関西圏のファンから遠征の前にテンポイントの姿を見たいという要望が、 場所の高田や調教師の小川に多数寄せられるようになった。これを受けて小川は走行レースとして1月22日の日本経済新春海に出走させることを主張した。高田は重い金量を課されることへの懸念から内心出走させたくなかったものの判断を小川に委ねた。小川は6 7ラム以上のハンディキャップを課された場合出走を取り消す予定であったが、 発表された金量は6 6 5ラムであったため出走を決定した。一方、場所の高田、主戦機種の鹿と吉田牧場の吉田茂雄は6 6 5ラムの金量に懸念を抱いた。レースでは向こう正面半ばまで戦闘を進み、そこからエリモジョージやビクトリアシティに競りかけられた者の,の金量を苦にしている様子はなく、鹿とは楽勝だと感じていた。 しかし第4コーナーに差し掛かったところで、左腰を骨折し、競争を中止した。骨折の瞬間、鹿とアキラは、後ろから引っ張られて、沈み込むような感覚に襲われたという。レースの詳細については、第25回日本経済新春杯を参照。骨折の程度は、折れた骨、第3、中足骨が、皮膚から突き出す、開放骨折という重度のもので、 日本中央競馬会の獣医師は安楽死を進めたが、高田が了承するのを1日保留している間に、同会には定員との除名を嘆願する電話が数千件寄せられ、電話回線がパンクする寸前になった。これを受けて同会は成功の確率を数パーセントと認識しつつ、テンポイントの手術を行うことを決定した。テンポイントの骨折は大きく報道され、 一般市でも1月23日付の朝日新聞の長官が3面トップ6段抜きで扱った。テンポイントの闘病中もスポーツ新聞では症状が詳細に報じられ、連日9社にはファンから千葉羽鶴や人参などが届けられた。日本中央競馬会はテンポイントの手術と治療のために33名の獣医師からなる医師団を結成し、1月23日に 手術を行った。手術の内容は、テンポイントに麻酔をかけて、左後ろ足を切開し、特殊合金製のボルトを使って折れた骨をつなぎ合わせた後で、ジュラルミン製のギプスで固定するという内容のものだった。手術は一応成功したと思われ、2月12日に、医師団は、もう命は大丈夫。生きる見通しが強くなったと発言した。 しかし実際には、テンポイントが体重をかけた際に、ボルトが曲がり、折れた骨がずれたままギプスで固定されてしまっていた。2月13日に幹部が腐敗して、骨が露出しているのが確認され、同月下旬には、右後ろ足に低用炎を発症して、鼻血を出すようになるなど症状は悪化の一途をたどった。3月3日には事実上治療が断念され、 医師団はそれまで行われていた馬体を釣り上げて、足に体重がかからないようにする措置を中止し、テンポイントを横たわらせた。3月5日午前8時40分、テンポイントは低用炎により死亡した。安楽死は最後まで行われず、自然死であった。骨折前に 500kg 近くあった馬体重は、死亡時には 400kg とも 350kg とも 300kg を、 切ると推測されるまでに減少し、場所の高田が大きな犬と思うほどに痩せ衰えた。その死は NHK が昼のニュース番組でトップニュースとして扱い、また当日の富士テレビの競馬中継では、阪神競馬場のスタジオ、関西テレビと結んで、杉本清と島直人が画面に登場、テンポイントの死亡について語るコーナーを設けるなど、マスコミでも大きく報じられた。 3月7日、立東トレーニングセンターで、テンポイントの葬儀が営まれた。調教師の小川は、自らの手で、テンポイントを仮装しようと考えたが、滋賀県の条例で競争場の死体を焼却することが禁止されたため、テンポイントは冷凍されて、北海道へ移送され、吉田牧場に塗装された。吉田茂雄の頼みで獣医師が装着されたままに、 なっていた左後ろ足のギップスを外すと異臭が立ち込め、施設から下の部分がぐにゃぐにゃに腐っていたという。3月10日に吉田牧場でもテンポイントの葬儀が営まれ、競馬関係者やファンなど約400人が参列した。二つの葬儀は競争馬として、日本初、人間以外では1935年の中堅、八甲以来2例目のものとされ、 吉田牧場の敷地内には、場所の高田が混流した、テンポイントの墓があり、多くのファンが喧嘩に訪れている。その周りには、父のコントライトや、近親馬の墓がある。競馬に、造形の深かった、作家、寺山修司は、さらば、テンポイントという詩を記してその詩を悼んだ。テンポイントの詩によって趣旨が変更されて発表された、作品もある。テンポイントが、 日本経済新種運杯に出走する二日前、詩人の島直人は、自らの詩を添えた、テンポイントの写真集を出版する企画を出ていた。テンポイントの詩を受けて、企画は、追悼写真集に変更され、テンポイント栄光の記録というタイトルで発売された。また、関西テレビは、テンポイントの海外遠征が決定を受けて、 遠征の様子を追いかけるドキュメンタリー番組の制作を決定していた。しかし、日本経済新春杯の事故で番組の内容は闘病生活の様子を伝えるものに変更された。制作されたドキュメンタリー、風花に散った流星テンポイント物語は1978年5月に放送され、後にビデオ化、もし朝が来たらテンポイント物語された。 テンポイントの骨折、闘病、死は、日本の競馬界に、多くの問題を提起した。具体的には、安楽死の是非、厳冬期に競馬を施行することの是非、重い禁量を犯すことの是非などである。テンポイントを安楽死させなかったことは、馬主の高田夫妻が、性あるものを安楽死させることは忍びないと、考えたからであったが、結果は、テンポイントを苦しくさせただけではなかったかいう批判も、起こった。 テンポイントの骨折事故を受けて、日本中央競馬会では、ハンデキャップ競争等の負担重量について、再検討がなされ、過度に重い金量を課す風潮が改められた。テンポイントは1990年に検証場に選定された。選出の理由は、数字には出てこない部分で、日本の競馬に大きな貢献があったというものである。1984年に、 初めて検証場が選定された際には、種ボ馬実績がなく、競争実績だけを見れば、他にも選ばれる馬がいるという理由で線に漏れたが、発表後テンポイントが含まれていないことについて多く、抗議が寄せられた。検証場選考委員会のメンバーだった石川隆によると、なぜ、あの馬が入っていないんだという趣旨の抗議の中で、最も多かったのは、テンポイントについてのものであった。 テンポイントは、東場ボーイと6回にわたって対戦し、両馬は、競馬ファン及び競馬関係者によって、互いの好敵手であるとみなされた。TTG の中でも、とりわけ、東場ボーイとテンポイントライバル関係を、TT と呼ぶ。テンポイントの関係者は、東場ボーイのデビュー戦を見てすでにその能力の高さを、認識していた。テンポイントは、東場ボーイとの対戦成績が悪く、 通算6回の対戦で2勝4敗、最後の対戦となった第22回、有馬記念まで登場ーイが出走したレースで一着になったことがなかった。小川と主戦騎手の鹿とは登場ーイを任すことを強く意識し、前日のように第18回宝塚記念で敗れた後は、調教時に倉に5ラムの鉛をつけ、それまでよりも強い負荷のかかる方法で鍛錬を、こう、 テンポイントを金骨流々の馬体に仕上げた。一方、東証防衛の管理調教師であった安田隆義も引退が決まった東証防衛にテンポイントを任して花道を飾らせたいと第22回は記念出走を決定した。安田は菊花賞でテンポイントに風格が備わったのを感じて、依頼テンポイントに対し敵はこれだなという本当のライバル意識を持つようになり、2回目の 有馬記念では相手にテンポイントしか浮かばなくなっていたと振り返っている。騎手の起用について二頭の陣営は対照的であった。東商防衛陣営が四歳時に東京優秀札幌記念と連敗した後、それまで同馬に起乗していた池上正宏を降板させ福永陽一や竹、国彦と一タップジョッキーを起用したのに対し、テンポイント陣営は、 テンポイントが敗戦を繰り返した時期にも、鹿と明を降板させることはなく、鹿とは骨折で起乗できなかった東京優秀以外のすべての例で起乗した。鹿とは、テンポイントの主戦騎士を務めたおかげで、名前が売れて、ジョッキーとして一人前になったとし、僕をずっと乗せてくれた小川先生と高田オーナーには、頭が上がりませんね述べている。東証防衛は、第22回。 有馬記念を最後に競争馬を引退して種母馬となり、1992年に死亡した。死因は、テンポイントと同じ低用縁であった。小川は1976年にテンポイントを関東に遠征させた際、日本中央競馬会に、10位から関東のコースにはゴール前に坂がある。関西にはない坂、当時、阪神競馬場の直線コースには、 坂がなかったお手馬が腰を悪くすることがあるから気をつけるようにと忠告を受けた。実際にテンポイントは東京を4歳ステークスで腰を痛めた。小川は東京優春で7着に敗れた後、新聞記者を集めて関西馬が関東馬に負けるのは競馬場にも立東トレーニングセンターにも坂がないからだとコメントし、立東トレーニングセンターに上り、勾配をつけるよう働きかけてくれと、 涙ながらに訴えた。この発言を受けて、同年秋に立東トレーニングセンター内の、調教コースの一つ、E コースに勾配が付けられほか、販路コースを建設する機運が高まり、1985年に完成した。1990年代になると、中央競馬では1970年代とは逆に、成功到底の構図が定着し、 その原因の一つに見本トレーニングセンターハンドコースがないことが挙げられるようになった。このことについて、競馬評論家の大川慶次郎は、関西の時代を作る源となったのは、小川町教師とテンポイントだったと評した。関西テレビのアナウンサー、当時で競馬実況を主に担当していた杉本清は、阪神三歳ステークスにおいて、見てくれこの味。これが、 関西の期待テンポイントだ。という実況を行った。テンポイントへの個人的な肩入れを実況するスタイル、自らの主観を実況に反映させていたことは、杉本自身も認めているわ、競馬ファンに強い印象を残した。杉本は、テンポイントについて、テンポイントがいたから、今の杉本清があると述べている。ポリドールレコードは杉本に注目し、杉本を歌手として、 テンポイントの音楽レコード制作を企画した。しかし、杉本の歌唱力が低かったために歌い手は、新人歌手の勝負生息に変更された、杉本は、B 面、テンポイント物語のナレーションをすることになった。このレコードは1976年に、君を走れ、テンポイント参加、マイナスというタイトルで発売された。なお、 テンポイント障害最後のレースとなった1978年の日経新春杯で関西テレビの実況を担当していたのも杉本で異変の直後はあっとテンポイントちょっとおかしいぞあっとテンポイントおか,しいおかしいおかしいおかしいこれはどうしたことかこれはどうしたことか故障か故障かテンポイントは競争を中止した感じこれは偉いこと これは偉いことになりましたとその衝撃の大きさを伝え、しかとがげばして故障が確定した後は、何としても無事でと、何としても無事でと願っていた、願っていたお客さんの気持ち、もう、通じません。何ともこれはまた、テンポイント故障だ。何とも言葉がありません、と無念に満ちた言葉を残した。テンポイントは、額から、まっすぐに伸びた流星と美しい栗毛の馬体を持つ、ことで知られる。 テンポイントの栗毛は日光を浴びると特に美しさを増し、日の光にきらめいて黄金色に見えると言われ、競馬関係者の中にもテンポイントの馬体の美しさを評価する声は多い。休務員の山田はテンポイントの流星が常に見えるように、決して面光を装着させなかった。体力面では若い頃は華奢で脆弱な面があり、デビュー前はしばしば腹痛や発熱を発症し、 デビュー後もレースに出走すると1週間ほど食欲が落ちてなかなか疲労が取れなかった。しかしデビュー後徐々にたくましさを増しデビュー戦で4 5 6キログラムだった馬体重は第22回有馬記念出走時には4 9 8キログラムに増加した。テンポイントの一番の長所について吉田牧場の吉田春は心肺機能の高さであるとしている。 一般的な競走馬の1分間の心拍数は27だが、テンポイントは18だった。主戦機種の鹿とは、背中が柔らかかったことと皮膚が非常に薄かったことを挙げている。吉田牧場の関係者と調教師の小川、厩務員の山田は、同馬の利口さを指摘している。気象面ではレースで、強い闘争心を発揮した、反面、普段は、おとなしい気象の持ち主だった。 テンポイントは、レース終盤に苦しくなるとよれてまっすぐに走れなくなる、癖があった。シカトによると、これは、テンポイントが足に、慢性的な骨膜炎を抱えていたことが原因だった。テンポイントはスタートが得意で、出遅れたことが一度もなかった。主戦機種のシカトによると、テンポイントは、反射神経が抜群によく、たとえ発馬機内で横を向いていてもゲートが開くとすぐに、 反してスタートすることができた。一方で、前述のようにレース中、第3コーナーから第4コーナーにかけて交代する癖があったが、急務員の山田によるとこれは、テンポイントの走る時のカンポが大きか、一般的な競争馬が200メートル走るのに30カンポ以上かかるのに対し25カンポで走ることができたため、レース終盤にペースが速くなると追走しにくくなるからだとしている。 テンポイントの主戦騎手であったシカトと登場ボーイの管理調教師であった安田孝義は共にテンポイントの競争馬としての最大の特徴はレースでミセるル勝負強さ、闘争心にあったと指摘している。テンポイントの人気は高く、天皇賞、春を優勝し初めて八大競争に勝った時には観客席から手拍子と口笛が鳴った。 これはそれまでの中央競馬にはなかった現象であった。また、前述のように、第22回、有馬記念優勝後や日本経済新春杯で、骨折した際にはそれぞれ関西のレースで、テンポイントの姿を見たいという要望と除名談案が、関係者のもとに数多く寄せられた。闘病中のテンポイントに届けられた。千葉鶴は五万羽に上った。レースにおける人気を見ると、 テンポイントは出走した18レースのうち14レースで単勝式馬券の一番人気に支持された。1977年の天皇賞、春では単枠指定制度の適用を受けている。競馬ファンからは、1980年に日本中央競馬会がカレンダーを制作するにあたり、実施したアイドルホースの投票で第1位に選ばれた。また、2000年に実施された、 20世紀の名馬大投票では第14位に支持されている。第1位は成田ブライアン。競馬関係者からは雑誌ナンバー1999年10月号が競馬関係者を対象に行ったホースメンが選ぶ20世紀最強馬で第7位に第1位は新山。競馬関係者に著名人を含めたアンケートでは雑誌優秀。有春 増刊号ターフが1991年に行ったアンケートの最強馬部門で第8位。第1位はシンボリルドルフ思い出の馬部門で第1位に選出されている。馬名の由来は当時新聞の本文活字が8ポイントであったことから10ポイントの活字で報道されるような馬になってほしいという願いを込めてと名付けられたものである。当初は ボクシングのテンカウントが由来だと誤解されていた。テンポイントは前述の額の流星と美しい栗毛の馬体から流星の貴公子の愛称で呼ばれた。また、祖母の雲赤が馬伝染性貧血と診断され、殺処分されかけたことから亡霊の孫と呼ばれる子もあった。父のコントライト、母の若雲については、それぞれの項目を参照。ファミリーラインは、 下草五両牧場の基礎輸入品馬の一頭である、星若を起点とする由緒あるもので、三大母、月給、エレギアラトマスは、提出五章点など十三章を挙げた。祖母、雲蛛若と母若雲蛛は、共に競争馬として十一章を挙げた。テンポイントの勝利数も十一であった事実から、十一章は、雲赤の一族にまつわる得意な数字として語られる、ことがある。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。